イスラエルとイスラム組織ハマスの衝突が大規模なものに発展していますこれまでに双方を合わせて1100人以上が死亡しましたハマスの大規模な攻撃開始から2日目となった8日もイスラエル南部ではパレスチナのガザ地区に近いエリアで銃撃戦が断続的に起きています地元メディアによりますとイスラエル側の死者は少なくとも700人に上っています 一方で、イスラエルによるガザ地区への報復攻撃では、現地保健当局の発表で413人が死亡したとされ、双方を合わせて1100人以上が死亡しています。また、この衝突を受け、世界の大手航空会社は相次いでテルアビブの空港の発着便をキャンセルしています。